カルトリ王国は1466年から1762年までグルジア中部に存在したトビリシを首都とする王国である。存在した期間の大半はサファビー朝の風神だったが末期の1747年にその支配を脱した。テイムラズ2世1732年から1744年までカヘティ王。 1744年から1762年までカルトリオを長い経済的、政治的な衰退を経て、グルジア王国は15世紀には西に攻撃的な隣国オスマン帝国を抱え、さらに16世紀には東のサファビー朝が追加された。両国の影響で王国は存在した300年間、長年戦争状態にあるか、ペルシアに統治されている状態にある。グルジアは、 社会の不安、風神たちの分離主義、そして内戦に悩まされた。1463年、王族バグラト6世がイメルティオを称して反乱、地掘りの戦いで迎撃したグルジアをギオルギ8世が大敗したことで、グルジア王国は解体し始めた。1465年、ギオルギ8世は捕らえられて敗位され、バグラト6世は権力の空白に乗じて、 カルトリオを名乗り、1466年にカルトリを制圧した。バグラト6世の権力が大きすぎることを嫌った、貴族たちは、ギオルギ発生を解放したが、彼は王位を取り戻せず、カヘテオしか名乗れなかったことで王国の分裂はさらに進行した。バグラト6世はそのままカルトリを統治したが、1478年に王族のコンスタンティネ2世に反乱を起こされ、 廃位された。コンスタンティネ2世も、貴族反乱に悩まされ、1483年に、アラデティの戦いで貴族に敗北したことで、バグラト6世の子アレクサンドレ2世は、イメルティオを名乗った。コンスタンティネ2世は1489年に、イメレティ王国に侵攻しようとしたが失敗し、1490年に、グルジア王国の分裂を追認せざるを得なかった。この時点で、 グルジアには、イメレティ王国、カヘティ王国、カルトリ王国と三つの王国が並立した。この三王国間の平和は長続きしなかった。カヘティ王ギオリギ2世が1511年に即位するとすぐにカルトリに遠征した。彼は、カルトリ王ダビド10世を追放して、カルトリを併合しようとしたが、ダビド10世の弟バグラと1世に防がれ、逆に捕虜にされて獄死した。 ダビド10世は木に乗じてカヘティ全土に侵攻、占領した。カヘティ王国は1520年、ギオルギ2世のコレバムを支持した貴族たちにより、王に押されたことで復活した。カルトリ王国の西もイメレティ王アレクサンドレ2世の攻撃に悩まされたが、イメレティがオスマン帝国の略奪を受けたことで彼は引き返し、間もなく死去した。 16世紀中期から1747年までカルトリ王国はペルシア統治を受け毎年軍馬や酒などの貢ぎ物を献上した。しかし1747年にアフシャールアサのナーディルシャアが暗殺されると精力的な王エレクレ2世がペルシア人を撃退し父のカルトリ王をテーらラズ2世意志居後はその領域をも継承して1762年 トビリシに遠くカルトリカヘティ王国を建てた。その後、王国は1783年のゲオルギエフスク条約でロシア帝国の保護国となったが、1795年にガージャールアーサの創始者アーガー・モハンマドシャーの侵攻を受けた時はロシアが条約を無視して援助せず、グルジアは敗北。ロシアはそのまま衰退したグルジアを1802年に併合し、 1813年のコレスターン条約でガージャールアーサーにも認めさせた。ありがとうございます。